さん、こんにちは。サブカルカオス TV にようこそ。1903年、ライトフライヤー号が空を舞って間もなくすると、飛行機は戦争の道具となりました。最初に生まれた軍用機種は、敵の布陣や大砲の弾の着弾位置を味方に知らせる偵察機です。その偵察機は、飛んだついでに、敵の頭上に爆弾を落としちゃえ、ってことで、爆撃機が誕生しました。そして、その厄介な飛行機をやっつけるために生まれたのが、戦闘機です。以来、現在までに、22万4000機の戦闘機が作り出されました。歴史的に、最も多くの航空機を撃ち落としたのは、1万4000機のアメリカ合衆国で、2位はドイツの6000機、ちなみに日本は1750機の11位です。そんなわけで、今回は最も撃墜されたジェット戦闘機2022と題して、普段では話題に上がることがない空中で敗北を喫した戦闘機のランキングを紹介していきます。2022年版の今回は、現役もしくはそれに近い戦闘機に限定して集計しました。この手の記録は飛騨の主張が大きくかけ離れている場合が多いのですが、なるべく尊重することにしています。特別コーナーでは最も多く撃墜された日本産ジェット戦闘機を紹介するトピックもありますよ。それでは早速始めましょう。いきなりの大物の登場でびっくりしましたよね。10位は最強艦上戦闘機 F-14 トムキャット。猫なのに1970年の犬年に生まれた、一度決めたら死ぬまで尽くす射手座のオカマの51歳です。アメリカ海軍での30年間の運用歴史の中で炎のように燃え上がった数は、1991年1月12日、湾岸戦争でのイラクの対空ミサイルによる1機だけです。で、後の19機は、1979年から8年間続いたイラン・イラク戦争での記録となっています。最もトムキャットを撃ち落とした戦闘機は、同じ可変翼機であるイランのミグ23で、最も有効だったミサイルは、かつて、当たらないダメミサイルと呼ばれたフランス製マトラ・シュケル 550B でした。世界初の可変翼戦闘機同士の空中戦は、1981年8月19日の第一次シドラ湾事件だといろんな資料に出ているので、私も鵜呑みにしていましたが、イラクの主張によると、同年の4月21日ミグ23とのドッグファイトの末、トムキャットがミグの 23mm 砲で撃墜されています。ワールドエアフォース2022年版によると、イランでは41機のトムキャットがアクティブであるとされています。今後のランクアップを期待しましょうね。9位は、これまた大物、マッハ3級の大型迎撃戦闘機ミグ25フォックスバット。ミグ25は1964年の辰年生まれ、気まぐれでロマンティストな魚座の58歳です。活躍の舞台はやはりイラン・イラク戦争。フォックスバット最大の天敵は砂漠のペルシャ猫でした。1982年から1988年にかけて、10機のミグ25がトムキャットのフェニックスミサイルの餌食になっています。同じ頃、シリアでもイスラエルの F-15 に3機が撃墜され、1991年の湾岸戦争ではアメリカ空軍の F-15 に2機、 F-16 に1機が撃墜されています。F-16 に仕留められた時の兵器は、当時出たばっかりの空対空ミサイル、AIM-120、ハムラームでした。安いサイドワインダーもあったのに、わざわざ高価なミサイルを使ってけしからん。と、機
者団に批判された時、 F-16 のパイロットはナイフとピストルを持っていたらあなただったらどっちを使うかと言い返したといったエピソードを残しています。世界で初めてアムラームで落とされた栄誉に輝いたフォックスバットですが、現在残っているのはリビアの数機のみ。残念ながらこれ以上のランクアップは望めません。第8位はフランスのミラージュ F1。 彼女は日の絵馬の生まれですが、実は努力家さんで向上心が高いヤギ座の55歳です。この蜃気楼を最も有効に活用し、そして最も多く消耗させたのはイラクのサダム・フセインでした。イラン・イラク戦争で失った33機は全てイランのトムキャットによるもので、その多くはフェニックスミサイルの長距離攻撃で砂漠の肥やしになっています。1991年の湾岸戦争でも連合軍に9機が撃墜され、その後のイラク戦争でも撃ち落とされ、南アフリカのミラージュもアンゴラやその助っ人に駆けつけてきたキューバのミグ23に撃墜されています。この戦闘機が6位に甘んじている理由の一つとして、湾岸戦争の際24機のミラージュ F1 が多国籍軍の攻撃を逃れるためイランに逃亡してしまったことです。逃げずに戦っていたらもっと上位にランクインしていたかもしれませんよね。ただイランのラウンデルに塗り替えられたこれらのミラージュのうちの20機は今でも現役ですから、今後の情勢によってはさらなるランクアップも望めます。ちなみに姉貴分のミラージュ2000は未だかつて撃墜されていない強運の持ち主です。7位にランキングされたのはアメリカの F-16 のライバル、ミグ29ファルクラムです。ファルクラムの初飛行は1977年10月6日、働き盛りの44歳です。この戦闘機は前回より大幅にランキングがアップしています。これはウクライナ戦争によるウクライナ空軍のロスト15機が追加されたからです。ウクライナのファルクラムの敵はロシアのスホーイ35と S-400 地対空ミサイルです。総合得点を見るとライバルであるはずだった F-16 の3倍にあたる48機が撃墜されていますよね。例を挙げるとルーマニアで1機、アゼルバイジャンで3機、セルビアとユーゴでそれぞれ5機、エリトリアで8機、その他エトセトラです。これはこの戦闘機が F-16 と比較して格別に弱いわけでも使えないわけでもなく、多くの場合採用している国の指導者のがおかしかったり、軍の幹部のネジが 2,3 本緩んでいることなどに原因があります。ロシアでも空軍で1機、海軍の艦載機バージョンである K 型も1機撃墜されています。本家ではすでに退役が始まっているファルクラムですが、27カ国の香ばしい国々で今後も長く使用されていくことを考えると、さらなるランキングアップは確実であると言えましょう。さてどんどん行きましょう。6位にランクインしたのが可変翼を持つマルチロール戦闘機、スホーイ20-22ビクターです。かっこいい飛行機ですよね。1969年7月1日に初めて空に舞いました。一番スコアを稼いだのはやっぱりイラン・イラク戦争でのイラク機です。イランに落とされた22機のうち21機がトムキャットの爪にかかり、1機はなんとコブラの毒牙で撃墜されています。さらに73年の消耗戦争では
エジプトのフィッターが、イスラエルのファントムとミラージュに、湾岸戦争では、F-15 や F-16 に、一方的に怒られています。1995年に勃発した、ペルーとエクアドルのセネパ紛争では、エクアドルのプフィル2機撃墜され、最近の例としては、シリア内戦で9機、2017年のイラクでも、スーパーホーネットに初スコアを献上しています。フィッターは、20カ国以上の、それはそれは香ばしい国々に輸出されていますが、その割には順位が伸びませんでしたよね。もっと落とされる機会があったのでは?と、首をかしげられる人も多いかと思われますが、理由は単純。中東では、飛び立つ前に、イスラエルの空爆によって、ほぼ全滅してしまったからなのです。残念でしたね。現在、フィッターの最大のユーザーは、36機を運用している、NATO の一員、ポーランドです。私たちは、近い将来に、フィッターのポイントが上がることを望んではいけません。さて、ここで、20位から11位までのランキング発表です。20位は、バルト海に眠るロシアのスホーイ33と、ボスニア湾で魚礁に化したシーハリアーの2機種です。それぞれが、地対空ミサイルで1機が撃墜されています。ロシアの最新鋭戦闘機スホーイ35は、ウクライナのミグ29と地対空ミサイルに撃墜され、19位に緊急ランクイン。ステルス攻撃機 F-117 ナイトホークも地対空ミサイルで2機が撃墜されています。1991年に始まった湾岸戦争で初めて撃墜された連合軍の飛行機が米海軍のホーネットです。低空でイラク陣地への攻撃を任された連合軍のトーネードは対空砲火で4つの砂漠の土俵となり、どこだかのミグ29にも1機が落とされています。スホーイ34フルバックもウクライナによって初めて撃墜された戦闘機の一つです。フルバックは戦闘機じゃねえだろう、お前さてはど素人だな、といったツッコミは NATO 軍に言ってください。スホーイ30の8機のスコアのうち5機がウクライナでの損失、2機がシリアで、1機はパキスタンの F-16 のアムラームによるものでした。世界初の実用化変翼機であるアメリカのツチブタの亡骸はベトナムのジャングルに6機、エーゲ海に1機、イラクの砂漠に3機が眠っています。13位はデビュー以来空対空戦闘で負けなしだったスホーイ27フランカーです。ウクライナのフランカーが直系の子孫であるスホーイ35によって4機が撃墜されています。世界で最もポピュラーで高性能な小型戦闘機F-16 ファイティングファルコン、油断をすればミグ21や23に撃ち落とされ、ミグ29やミラージュ2000がガップ離脱で負けてしまったこともあります。プーチンお気に入りの可変翼攻撃機スホーイ24の最大の天敵はトルコの F-16 から放たれるエイム120アムラームと自国で開発したストレラミサイルです。それではランキング発表に戻りましょう。スホーイ25フロッグフットは40年以上前に就役して以来、いくつかの紛争で多くの戦闘を経験してきました。1979年から10年続いたアフガニスタン戦争で初陣を飾り、80年から8年間のイラン・イラク戦争、91年の湾岸戦争、92年のアブハシアの民族紛争、2回のチェチェン紛争、2001年のマケドニア紛争、2008年に起きたジョージア対ロシアの戦いでは両軍が共に使用し、2015年にはシリア内戦に参加、2020年に勃発したアルメニアとアゼルバイジャンの紛争にも出撃し、これまで広島型原爆200発に匹敵する数の爆弾をばらまいています。フロッグフットが関与した戦場はまだまだありますが、まだ聞きたいですか？もうこれくらいで勘弁してください。任務が低空なだけに、もっぱらの敵は対空砲火と携帯型対空ミサイルで、
ほとんどのスコアはそれらによるものです。最近ウクライナ空軍でロストした16機のスコアが追加され、5位にジャンプアップしました。ここからいきなり3桁になりましたね。ソビエト連邦初の可変翼戦闘機で、もしかしたら世界初の可変翼機同士の空中戦の勝者、ミグ23フロッガーが堂々109機のスコアで4位に登場です。このカエルをカモにしていたのは、やっぱりというか当然というべきか、イラン・イラク戦争でのイランのトムキャットです。トムキャットの前ではまさに猫に睨まれたカエル、戦争中に落とされた56機のフロッガーのうち49機がペルシャ猫の餌となり、胃の中の蛙となりました。イスラエルにも21機が撃墜されており、偵察機の RF-4E に落とされてしまったものまでいます。1989年の第二次シドラ湾事件で米海軍のトムキャットに2機が撃墜されたことも有名ですよね。湾岸戦争でも安定のモブキャラっぷりを発揮しており、ハヤブサにミピョコピョコ、イヌワシにムピョコピョコ、合わせてピョコピョコキューピョコピョコがアメリカの猛禽類たちによって捕食されています。まだまだありますよ。エチオピアのミグ23は反政府組織やエリトリアのミグ29に、インドではパキスタンの F-16 に、シリア内戦ではよってたかって17機が撃墜されています。攻撃バージョンのミグ27もカエルの子はカエル、特別扱いにしてくれる優しい敵はいません。この戦闘機を現在でも使っている国はアンゴラ、コンゴ、エチオピア、カザフスタン、リビア、北朝鮮、スーダン、シリア、ジンバブエの顔ぶれなので、まだまだスコアをアップするチャンスが必ず訪れると思われます。ただし、立ちはだかる大きな精神的障壁を克服できるのであれば、の条件付きです。なぜならば、現役の120機の全部が撃ち落とされたとしても、トップの座に座ることができない、といった現実に気づいてしまっているからです。さて、上位3位の発表の前に、我が国日本にまつわる興味深いお話をしましょうね。以前、当チャンネルのツイッターで、外国の軍隊に最も多く撃墜された日本製ジェット戦闘機は何でしょうか、といった謎かけをしたことがあるのですが、正解者は一人もいませんでした。一体その戦闘機とは何だと思いますか？正解はこちらです。このオレンジのライン、どこかで見たような気がしませんか？そう、これですよね。日本人が戦後初めて手に入れたジェット戦闘機F-86 セイバーの180機は、アメリカの MDAP 相互防衛援助計画によって供与されたものです。その後、三菱重工で300機が生産されることとなりましたが、借りたものは返さなければならないのは、今も昔も変わりません。そんなわけで、用途廃棄になった143機の日の丸セイバーが、アメリカに返還されることになったのですが、その中の98機は、三菱製、すなわち日本産のセイバーだったのです。太平洋を渡ってカリフォルニアのチャイナレーク海軍飛行場に着いた日の丸セイバーは、そこで無人標的機 QF-86F となり、1996年までの間、ファントムやトムキャットなどに90機が撃墜されています。中にはブルーインパルスに使用されたものが4機含まれており、そのままでは申し訳ないと思ったのでしょうか、ブルーをオレンジに塗り替えたというわけです。そのデザインを気に入った海軍は、以降その他の標的セイバーにも
このカラーリングを採用しています。記念すべき国産1号機は1981年に最終号機ですら、1987年に QF86F に改造され、その後間もなく北太平洋の海の木図と化しています。なんだかちょっともったいない気がしますよね。さて、いよいよトップ3の発表です。第3位はエリア88の主人公風見慎吾の蒸気として有名なノースロップ F5 戦闘機です。1950年代の後半、東側諸国やその友好国にミグ17やミグ19の供与を進めていたソビエト連邦に対抗するべく、アメリカはこれらを上回る性能を持つ、値段が安く運用が簡単で整備が容易な戦闘機をアメリカと友好関係にある発展途上国向けに供与する計画を進めていました。そしてその飛行機は1959年7月30日に初飛行に成功、自由の戦士、フリーダムファイターと名付けられ、15カ国以上の国と地域に供与されました。当時でいう、アメリカに友好的な発展途上国とは、を、してしまうような、な国ばかりですから、それはもう、自由の戦士の出番は絶えません。70年代に入ると、レーダーを搭載した豪華バージョン、E 型がデビューします。ニックネームはタイガー2。こちらの方が、しっくりきますよね。F5 タイガーは、貧乏国ばかりでなく、ファントムを補助する支援戦闘機として、そこそこお金を持っている西側の国でも採用されました。F5 戦闘機が、最もポイントを稼いだ戦場は、皆さんご存知、ベトナムの空です。といっても、撃墜されたのは、アメリカ空軍が持ち込んだ機体ではなく、アメリカが南ベトナムの低たらくに呆れ果てて撤退を決めたとき、イラン向けの機体を急遽南ベトナムに回したものです。これまでジェット戦闘機なんか、一度も使ったことがない彼らですから、いきなりこれに乗って戦えと言われたところで、百戦錬磨の北ベトナム空軍に勝てるわけがありません。そんなわけで、短い期間に141機が撃墜されました。それだけならまだしも、南ベトナム空軍は、新品の F5 戦闘機114機を残したまま、さっさと逃亡。もちろん、それらは、北ベトナム空軍の貴重な戦力に変わりました。ラムズフェルド大統領首席補佐官兼国防長官は、どうせなら、撃墜された方がマシだった、なんてぼやいています。対して、南ベトナム最後の大統領、ゾンバンインは、アメリカがファントムを置いて行ってくれれば負けることはなかった、と言い返しています。もちろん、イラン・イラク戦争でも、イランの F5 戦闘機は31機が落とされています。ベトナムのジャングルでも、中東の砂漠でも、F5 戦闘機の天敵は、1枚格上のミグ21でした。他にも、様々な国の様々な紛争で撃ち落とされていますが、細かいことを説明してもキリがないので、やめておきますね。3位の F5 戦闘機を周回遅れにして、堂々の2位にランクインしたのは、ミコヤン・グレビッチ、ミグ21、フィッシュレッドです。ミグ21が最も撃墜されたのも、ベトナムの空でした。と、言いたいところですが、実は違います。では、どこだと思いますか？ミグ21が、最もポイントを稼いだのは、中東の空です。
その数なんと313機。内訳は、ソ連軍事顧問団が10機、シリアが133機、そして、エジプトの153機で、どこの国だかわからないのは17機です。ミグ21を倒した戦闘機の上位5機種は、ミラージュ3の119機、F16 に49機、F15 の37機、ネシェルが35機、ファントムが22機となっており、当時でも骨董品だったシュペルミスティールにも8機が落とされています。ちなみに、ベトナム戦争で撃墜されたミグ21の数は84機です。内訳は、空軍のファントムに65機、海軍のファントムに14機、クルセーダーに2機です。面白いと言ってはなんですが、レシプロ攻撃機 A1 スカイレーダーの 20mm で1機が、B52 のゴルゴで2機が撃ち落とされています。イラン・イラク戦争でも、トムキャットに22機、ファントムに5機、F5 の4機に加え、キュイコブラの 20mm でも4機が撃墜されています。もちろん、中南米やアフリカの香ばしい国々でも、52機が様々な方法で撃ち落とされていますが、いちいち紹介していると、テレ放題の時間が終わってしまうので、省略しますね。ちなみに、このスコアには、中国の類似品も含まれている場合があります。2022年現在、この戦闘機を使っている国は、128機のインドを筆頭に、51機のシリア、26機の北朝鮮、24機のアゼルバイジャン、23機のアンゴラ、21機のイエメンなど、合計388機、14カ国あります。将来、ミグ21がトップの座に輝くことができるか否かは、1位のスコアを見てから判断しましょう。さて、残すは第1位の発表ですが、ここで恒例のもうすぐトップ10のコーナーです。今週のお客様は、13位にランキングされているスホーイ27フランカーです。フランカーさんは、現在とってもお忙しいということで、とあるところからのご出演になります。それでは、早速、追っかけマンの松宮くんを呼んでみましょう。ウッカーナの松宮さん。フランカーさん。ん？回線の状態が悪いのでしょうか。スタッフからの国際電話によると、フランカーさんは、たった今、出撃されたとのことです。では、戻ってくるまでの間、こちらでつないでおきますね。27フランカーは、ソ連時代のロシアがアメリカの F-15 に対抗するために作った制空戦闘機で、1977年のヘビ年生まれ、ちょっとマイペースな性格がチャームな大志座の45歳です。すいません、何でもいいですから急いで資料をください。1分。1977年といえば、デュエルから移籍したジョディ・シェクターが初参戦のウルフレーシングをいきなり開幕戦で優勝に導き、前年のドイツグランプリのフラッシュで大怪我を負ったフェラーリのニキラウダも完全復活。昨年のチャンピオン、マクラーレンのジェームス・ハントも、待望のニューマシン、M26 で連覇を狙います。激しいポイント争いの中、ジョン・プレイヤースペシャルレーシングのマリオ・アンドレッティは、画期的なグランドエフェクトカー、ロータス78で5勝を挙げるも、これまで、順調にポイントを積み重ねてきたラウダが、残り2戦を残して、2年ぶり2回目のチャンピオンの座を確定させました。ラウダは、最終戦の日本グランプリを、ギャラの分配で揉めてキャンセル。ラウダの代わりに、フェラーリ312T2 のシートに座ったルーキー、ジルベルニューブは、ロニー・ピーターソンの、タイレル T38 フラッシュ2と激しくクラッシュ、カメラマンと警備員が巻き込まれて死亡するという大事故となりました。優勝したジェームス・ハントはレースが終わるとすぐさま着替えて空港に直行、2位のカルロス・ロイテマンもハントに習い表彰式をキャンセルしました。理由は、
渋滞に巻き込まれるのが嫌だから。3位のパトリック・ドバイエだけの寂しい表彰台の風景を見た日本人は、どれだけ経済で追いついても文化的にはまだまだ舐められていると改めて実感したことでしょう。このレースには日本一速い男星野一義と、日本一速い男より速い男高橋邦光など3人の日本人ドライバーがスポット参戦しており、完走12台中2年落ちのタイレル007をドライブした高橋は2周遅れの9位、国産マシン小島 KE009 をドライブした星野も2周遅れの11位。収益以来経済的な問題で一度もアップグレードされていないウクライナのフランカーはこの日も帰ってきませんでした。さて、いよいよお待ちかね、第1位の発表です。第2回、最も撃墜された戦闘機ランキング。黄金に輝くチャンピオンベルトを腰に巻くのは、どの飛行機でしょう。総合ポイント702点でぶっちぎりの第1位に輝いたのはマクドネル・ダグラス F4 ファントム2です。ファントムは1958年の犬年生まれ、好奇心旺盛な双子座の64歳です。三菱重工の工場から最後のファントムがロールアウトする1981年までに5195機が生産され、西側主要12カ国の軍隊で主力戦闘機として長い間使用され続けていた最も成功したヘビーウェイトファイターです。この戦闘機の活躍の舞台は、なんといっても60年代から70年代のインドシナ半島でしょう。ベトナムの戦役だけで海軍空軍合わせて600機以上が空中で失われています。ファントムを撃ち落とした戦闘機はミグ17、ミグ21、中東ではそれらに加えてミグ23、ミグ25、そしてミラージュ F1 が挙げられます。しかし最大の天敵はジャングルに身を潜めている37ミリ2連装対空機関砲と S75 地対空ミサイルでした。中東の砂漠ではこれらに加え、シルカやゲインフルも気を吐き、ファントムの空中損失の約 60% は地上からの攻撃に関連しています。アメリカ空軍はこれらの脅威に対抗するためファントムに対空兵器狩りの任務を与えますが、雨の後のタケノコのように生えてくるミサイルに対応しきれず、さらに被害を増してしまうことになりました。2022年現在、ファントムを使っている国は偵察型を含む63機を使用しているイラン、69機のサウスコリア、48機のトルコです。ファントムが殿堂入りする前に1位の座を奪うことができる戦闘機は世界に5機種あります。あなたの予想はどれですか？いかがだったでしょうか。21世紀に入ると各国の防空ミサイルの性能が飛躍的に向上したことから、軍用機は敵の陣地に容易に接近できなくなり、最新機種を持つ空軍同士の空中戦がほぼなくなりました。もちろん戦闘機の ECM 能力も比例して向上しているのですが、大きさや重量の制限にとらわれない地上システムには逆立ちしても勝てません。そこでステルス機の登場となります。実戦に参加した唯一のステルス機イスラエルの F-35 はシリアの S-300 防空システム網を何度ともなく突破しています。高価なステルス機を導入できない軍隊にとって、最も安全に敵を攻撃できる航空機は無人攻撃機しかありません。
2019年から2021年の間、サウジアラビア空軍の F-15 だけでも約70機のドローンを撃墜しており、今回のウクライナでも毎日のように飛騨の無人機が撃ち落とされています。撃墜されたドローンのランキングなんて動画を作っても誰も興味を示しませんよね。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。この度キャラクターショップサブカル PX を開店しました。冷やかし大歓迎、皆様お誘い合わせの上ご来店ください。第2メインチャンネルとツイッターもチェックしてくださいね。皆様からのリクエストもお待ちしています。それではまたお会いしましょう。